じゃあコールしますよ。さあ10月度、オーヤムニュートンヴァンパイアセーバー 2on2 大会やっていきましょう。ワンピー側が再三シトラスさんチームの1人目がシトラスさんが座りましたね。そして 2P 側アニムスホエチームで座ったのがホエさんというわけでジェダジェダです。どっかですげえ喜ばれそうな組み合わせですけども、灰色の方が、シトラスさんのジェダ、2P 側ホエさんが緑色のジェダですね。お、ボブさんこんにちは。あ、上通ってシトラスさんがまずチェンコもしっかり決めて滑空で落としてフェイガで追い詰める。コルコブヨで追っ払ってホエさんが中段で行こうとしたら滑空で行かかった小中台を中を遅らせました。バックダッシュバックダッシュがホエさんが距離を取った。ここ投げている。ミラスピンタだがそこにはもういなかったシトラスさん、しっかりさばいている。遅らせてくる。コルコブヨが早かった。コマンド落とす。空がして、いやー中断、これはちょっと早かった。ホエさんが対応しきれない。小中中パンチ置いてサンターリオが始まる。シトラスさんどう使う、このサンターリオ攻撃に使わせなかったホエさん。さあ板距離取ってコルポブヨ対空して、コルポブヨ対空ではないが中パンチまたサンターリオ、お互いがサンターリオどうする。あーサンターリオコンボできるマン、まあまあできたと言っていいでしょう。コウモリを飛ばし返したホエさん、さあ一気に追いついた。滑空が当たってダッシュ大パンチの先端が当たりましたね。コルポブヨサンターリオ、あ当たってる、せいが当たった、中断できた。最後サンターリオコンボまくり切った。1戦目、先鋒戦取ったのはシトラスさん。ということは残りもデミトリ同士ということで、まあね、デミトリ同キャラってね、なかなかあれな感じになるんですけれども、僕はそう嫌いじゃない。サイデリミトリ対アニムスデミトリ、水色の方がサイさん、濃いめの青の方がアニムスさん。さあさあ斜めでもヘイトリット方面空中コース打ってバッドスピンが刺さる。途中台入ってコパンからヘイトリット方面ガードして同時にコース打っている。斜めでも威嚇していくサイさん、斜めでもガード、斜めでもガード、空中カオス、バッドスピン、バックダッシュからのカオス。サイさんこの辺は多分ゲージため行動として、ね、流れるようにやってますね。斜めでもが当たって、うん、端中足ゲージは溜まってましたけどね。もうカオス、バッドスピン、斜めでもショーからめくりのエクセレントアクシスからショー中台と入って、中台と入ってアニムスさんが先にコモリを飛ばしていっている。ガーキャンデモンクレイドル、空ガからコパンの反撃、めくりが入ってプレッシャーまで。さあアニムスさんが勝機を掴んだか、小中大入ってバット、あープレッシャー背中から殴られている。ちょっと早かったのかな。さあバット押し倒す、アニムスさんがタイミングを伺っている。再三はなるべく被弾しないようにとりあえずコウモリを飛ばし返したい。ここでカオスが当たってコウモリを飛ばし返した。デモンクレイドル、カオス追い打ち透かしからのプレッシャーだったが、デモンクレイドル、カオス打ち合う、カオスプレーは食いついたところに前ダッシュしてヘイトリット方面は分かってて繋がったのすごいね。今のツーヒットでしたね。さあここでアニムスさんが勝ったので決定戦にもつれ込む。シトラスジェダがもう再び登場です。あ、アガリアスボンジュー、ソーリーサンキュー、サンキューフォーモチン。さあというわけで 1P がシトラスさんのジェダ様、 2P 側がアニムスさんのデミトリ。これデミトリさんちなんでデミトリ有利です。適当です。さあ空が反撃、タックが当たって中断、小中ガードしている。バトスピンで裏打ちしたが小中パティがそこには当たらなくて、セイガガードしている。中段デモンクレイドル何か相打ち、スプレジをデモンクレイドル、アバがしっかり、そして空中カオスのところ着地のところに置いてあったフィナーレロット。あメコルさんもこんにちは。カオス中段から小中と決めて
大森を先に飛ばしていったシトラスさん、パスピンガードしてコルポ V を DSA が、おお、めくり中断だがその後が取らなかったか。パティカ危ない、カオス斜めデモンとこセイガー噛み合う、デモングレードルリバーサーで出して、さあデモングレードル、さあ起き上がり方向をね読ませないようにシトラスさんが立ち回ってますね。これは上手、 DS でも届かず、ジャンプ中パンチ、 DSA が中断中断中断、裏落ち、見えるかそんなの。勝ったのはシトラスさん、チームとしての勝利はシトラス最チームですね、おめでとうございます。さあじゃあ次がアニムスホイチーム対西県水島チームですかね、じゃんけんしてもらって。さあ今じゃんけんが済んでね、1人目の相談中です。この3チーム中2チーム上がれるんでね、結構まあ、さあ 1P 側がね水島西県チーム、 2P 側がアニムスホエチームですね。さあ 1P が座ったのが水島さん、 2P が座ったのがホエさん、これ津田沼でいつもやってる組み合わせ。さあまず触りに行ったホエさん、そしてほぼノーガード戦法の水島さん、さあガンジーに押し寄ったのが上から来て、あほちょっと待って、もう小森飛んだ。さあホエさんが一気火星に攻め立てる、コブラを伸ばしたところにコルポブヨが置いてある、何かを食べようとした水島さん、そこは空気しかなくて投げて、さあイギリスの質あのさばきか、さばきを打とうとしたんだね今な。うわうわうわ、ちょっとしゃがみ中パンチの範囲見切るのやめてもらっていいですか、おじさん。うわうわうわ、何にも起きなかった水島さん。おやおやおや、津田沼でこんなことにはならないはずだが、さあそこをチームの危機を救いたい西健さん、しっかりこのまま勝ち切ってしまいたいアニムスさん、モリガンね最近あのトレンド入りしましたから、ストロークのおかげでね、うん、そうなんですよ。というわけでね、見たことない人もこれがモリガンですよ、いないか、さすがにこの配信見てるような人でモリガン知らない人いないか。さあ並べでも刺さってシャドウブレード中段立っているアニムスさん、素晴らしい。さあ空対空で落としてデモンクレーターの見て押し置きができない、うわ ES シャドウブレードでエクセレントアクシスが相打ち、なんてモリガン悲しいキャラなんだ。さあこれで中断 ES シャドウブレードをしっかり当てて追い打ちが入る、パスピン跳ね返る、ダイヤシが来てダイヤシガード、ダイヤシ ES ソウルフィストガードしてデモンクレードル、アニマさん上手ですね今の、よく我慢してる。超大バツピンで裏落ちしてカオス打ってソウルフィスト打ってギルティシルエット、そしてシャドウブレード、コウモリを先に飛ばしていった西健さん、ダヤシガード。さあちょっと触り方が攻めあぐねてる感じになってる、ニムスさんシャドウブレード、あーデモンクレードルガードされちゃう、おー中断中断中断、あれが西健ダンスです、なんか聞いたことある。あっ、ちょっと辛い感じでしたね今ね。カオス、ダヤシガード、さあ行くわよ、どこに行く、速攻解除して空中カオス、何か相打ちだったかな。さあエクセレントアクシス入ってコウモリを、おお飛ばし返したアニムさんだが、プレッシャーがちょっと早かったかな。
シャドウブレード、レモンクレードル、昇竜拳を信じろかける2、ソルフィスト、カオス。さあ時間が15カウント切った。ソルフィスト、ソルフィスト、逃げる逃げる逃げる、西健さん。あーでも打たせてた、怪しい。白スーツしっかり決めて勝ったな、西健さん。さあということで決定戦にもつれ込む西健さんとホエさんですね。ワンピーが西健さんのモーリガン、ツーピーがホエさんのジェダ様。角裏回って大パンチ、シャドウブレード少々中大まで。さあドケティッシュラインをガードしたが大足が入る。ギルティシルエット中パンチ振って、あー大足、シャドウブレード何か打ち、少々中大コルポブヨ対空をちょっと遅れてしまうとこうなります。大足ガード行くわよ、アストラルビジョン安全解除、大パンチが届く。コルポブヨ対空めくり中断、わかんねえよ。先に小森飛ばしていったホエさん、投げてディエスセイガー、うろうろしてセイガー、ソウルフィスト打たせない、ダイのシャドウブレード力強い、ディエスシャドウブレード、サントアリオでちょっと入れたところしっかり打ってましたね。ダイシガードシャドウブレード、ソウルフィスト、ディエスソウルフィスト、サントアリオ、あこれはまずいような、大丈夫、あーよかった、投げ、ダイシガード中断、どうする、コパシャドウブレード打たせて、小中大。さあ西健さん必死の抵抗だが中断。さあこれは分からなくなってきたか、どうだ、お互い回復して、いやソロフィ、危な、小大シャドウブレード、さあ追いついた、中断から小中大で、あーなんで投げて、なんでバルキリターンだったんだ、投げたけどサウンターに浮いたところにエクスタシークライム、勝ったのは西健さん、チームとしての勝利は西健さんと水島さん。じゃあ西健さんと水島さんチーム対、サイシトラスチームですね。まあ抜けは決まってるんですけど、どっちが1位抜けかっていう感じですかね。さあさあ1人目どうするかな。さあ筐体決まって、サイサンシュラスさんチームは1人目も決まって、よっしゃ、じゃあ聞いたんで1人目座って始めてください。サイシトラスがワンピー側ってなってるのか、うん、なってますね、なってるわけ、うん、大丈夫です、さすが素晴らしいお仕事。さあワンピーが1人目座ったのがシトラスさん、ツーピーが1人目座ったのは水島さん、ジェダーナカリス。さっきね水島さんね、ほぼ無抵抗でホエさんにほふられてるんで、さあ果たして今回はという感じですけれども、セイが投げて棺を落とそうとしたところにしゃがみ中パンチが置いてありましたね。コブラじゃねえ、大パンチだ、失礼、投げてワープで抜ける、サバキ置いてみる、滑空で抜けてくる、あれ結構勇気がいると思うんですけどね、すごいですねシトラスさん。あ小中中大入って、さあ棺の前 ES 版、あフィナーレ出なかったみたいな感じの挙動しましたね今。ショーからさあこの右端を、右端を水島さんがスカシの逆ピラからの攻め、スイピラか攻めでしたけども、ある程度ダメージは取れたといったところ、アナカリスも攻めると強いんでね、すごく武器に変わるとめちゃくちゃ弱いんですけど、攻め立ててなんぼのキャラです、アナカリス。さあコウモリ先に飛ばしていってる水島さん、ここでじゃ滑空からの中パンチ入って、コウモリ飛ばし返したシトラスさん、さあガ
今のいいのか。ガーキャン打ったのね。セーバーめくり中断。さあまた棺の前 ES 版で時間を作る。見計らってからそろそろいいかなみたいな感じで今ストラスの代わり行きましたけどね。もう終わったみたいな。サガピラスリーピラ一気に体力を奪っていった。勝ったのは水島王。さあ2戦目が再三と西健さんっすね。デミトリモリガン、ワンピー側が再三のデミトリ、ツーピー側が西健さんのモリガンですね。楽しませてちょうだい。さあ空中コースが始まったが、パツピン当たっている。ショーから中大カオスパスピン。ただまだゲージが溜まっていない。ゲージが溜まってればね、ダークネスイリュージョン反撃みたいなのもあるんですけれども。パツピンミステリアスアーク斜めでも、わーダークネス暴れしている。中断シャドウブレード、そして小中大ポケティッシュラインから小中大入って ES シャドウブレード大森を先に飛ばしていった西健さん。中断で来るところをしゃがみ込まれ止めている再三。これ上空カオスカオスパスピンカオスソウルフィスト押し返して大足デモンクレードル。わあコキデシュラインが通る。カオスカオス、わあクリプティックニードル。急にテンションが高い。当たれとか叫びますかねモリガンが。カオスバスピンヘイトリッドオーメンカオスカオス追い打ち。さあ丁寧に丁寧にやってコウモリを飛ばし返したい再三。おデモンクレードルとダイヤシ外打ちかな。コウモリを飛ばし返した再三だが、どうだ結構追いかけるの大変。ただね再三ねゲージが9本あるんですよ。9本ってみたいな。あ今プレッシャー出ませんしたんで多分。あー斜めでも見てから ES シャドウブレード余裕でした。なわけあるかい。勝ったら西健さん、チームとしての勝ちは西健水島チームですね。おめでとうございます。ということで1位が西健水島チーム抜けで、2位抜けが再三とシトラスさんのチームですね。じゃあここでブロックが変わるんでアニムスさんよろしくお願いします。はい、じゃあ B ブロックですね。打線4番、リネフェリシア、森上モリガン、打線5番が夏美シャモンブルオサスカッチで、6番が、ゲンデミトリとマブガロンで、7番がオスケケビサスカッチオケケビランダムという形ですね。弱キャラが、まあ、森上さんのモリガンがちょっと大変なのと、あでもデミトリもいるのか。でオケケビさんがランダムで何引くかって感じですね。まあ、キュービーも、ザベルも今回いないのでこっちのブロックの方がちょっと厳しそうかなという感じです。じゃあ1試合目、リネ森上チームと夏ブルオチームじゃんけんして 1P2P 決めて先方だけちょっと教えて、スタートしてください。いや 2P が向こう行ってから手を開けてくれればいいんで。1P が、リネ森上ですね。はい、はい、はい、じゃあ前方が、森上モリガンとブルオサスカッチですね。じゃあ座って準備できたらスタートしちゃってください。さあブルオさんがね、初参加というか、なんかあんまり格ゲー最近離れてて
しばらくなんかサードの動画とかでニュートンの動画見てたんだけど、ちょっと寄ってみたらセイバーの大会 やってたんで、まあ、毛玉は使ってたから参加しましょうかみたいな、そんな話らしいです。まあ、西健さんが誘ってくれたんで感謝ですね。さあ倉庫行ってるうちに森上さんがモリモリ勤めている。しかし相手はサスカッチ、昔ちょっとか触ってたサスカッチさんマジ怖いですからね。さあ着実にダメージ取ってる森上さんですが、さあまとわりついて台足こかせる台打ち OK で先に1本取ったのは森上さん。台足さあ容赦なく殴っていく。うろさ、ああガーキャンがちょっと間に合わなくて、さあここは潰していきたいとこですが安全解除落としてケツ2段。本人でも知ってそうな感じの動きですよね。空中ガード対空、あしっかり同時押し出ますね。このゲームの同時押しは本当ビタなんで難しいんですけど、あー最後はスカスケダンということで森上さんまず1勝。続いて対象戦が、リネフェリシア、夏ビシャモンと、まあ、いつもの組み合わせですね。こっちのブロックはまあ、リネ、夏、オケケビなので、精神集中の後に両方赤い色。開幕振っていったんですが、アバガで弾かれて画面端追い込まれているのは夏の方。左足素直に下段から一回警戒して、さあ夏もしっかり白ゲージ回復させていく。中央戻してしっかりガードしている。しゃがみとか強いっすね、やっぱ台足引きずり下ろして、ここはダメに取れない。中段ガーキャンから入れ替えて、しかしちょっとコンボ途切れてしまった。さあもう一回画面端追い詰める。台足暴れてくチェーン、あとが首で刻んで投げて戸が首、最後は上り中段一本先に取ったら夏投げてちょっとずらしに、コパンで落として、ちょっとずらし気味の魂投げは抜けている。あーっとコンボちょっとすっぽ抜けちゃったかな。さあしかし大幅有利は夏、一本取り返してリネ、あーとピガトールがちょっと、なっちゃんがコンボがミスが多いような気がする。投げて警戒、アバガで一気にアバガで防御が固い夏、落としてあーっと魂からなんだっけ切り捨てごめん、まあ、ここも投げだった、まあ、勝利ですね、はい、で勝ったのは夏。さあ決定戦が森上対夏ですね。さあだいぶキャラ的には森上さんきついですが、まあ、初手取っていったのは森上さんだよ。台足普段はしゃがみ中間で暴れている。こかしてさあ寄っていってもやっぱ夏ガードが硬いですね。ここも空中ガードしっかりしている。宇宙装備一発、あーっと飛びが通って大ダメージ、飛びかかり落として落ちたところに投げ返している森上、空中
級ソウル。さあこれだいぶ回復させたのでまだまだ1本目ありそうですが、ダイヤスタイクうまい。空中ソウルしっかり着信チェーン、空中落として最後は下段合い、先に取ったのは、夏、しかしすぐ取り返す大パン、なんか漏れたのかなあれ。さあ投げてベクタードレイン、お互いやっぱカード硬いですね。あーここでただし ES 入って、あーすっぽ抜けたあるのかこれ。あーっと ES レクター、あーさあちょっと寄ってきたしかし人が出たい、人が出たいなしかなと思ったけど、まだ生きてる、まだまだあるのか。おっかー、最後は自動2択の大パン、森上踏ん張りましたということで 2-1、リネ森上チーム勝ちですね。ここはじゃあ次が、ゲンマ部隊オケイビさん、はい了解です、はい了解です、ど、あ、いいよもうどっちでも。はい、 1P 側が、オケケビさん、まあランダムか勝ちかどっちかですね。で 2P 側がゲンさんのデミトリと、あれ、あ、はいはい、速やかに殺してください。さあオケケビさんタイムアタック、タイムアタック94秒ですね、5秒、ランダムです。オケギビさんがマブさんに選んでくれと言って、あーモリガン、しかしあのオケギビモリガン、この間モリガン杯優勝してますからね本職よりちゃんと勝ってるというモリガン。さあしかしなんだかんだでゲイさんのデミトリがちょっとダメージ取っている感じ。まあこれもね、まあ、空中ずらすのが得意なモリガンと、まあ、なんだかんだで投げが強い、あのプレジャーが強いデミトリという、まあ、どっち有利なんだろうな、なんだかんだでデミトリな気もするんだけど、どうなんでしょう。まあ、そうこう言ってるうちに、やっぱりなんか、セーバーらしくない地味な地上戦というか、そんな感じの展開にはなりますよね。さあ、さっき取ったのはゲンのデミトリ、あーっとプレジャーがちょっと間合いが悪いとこ行ってしまって。ES シャドウからの ES を use ということで、ほぼ無傷で取り返してますね。デモンが台で当たる、シャドウで切ってまたデモン中段まとわりつく、そしてデモンを切る、飛びが通るがこれ届かない、あーっとあもう一回さすがに欲張りすぎでは。あ、ES でも一発だとちょっと低い、飛びが通るが、さあこれどうする、あー最後はミサイルやんないのっていう話だったんですが、ソウルの方だったという、しかもジャンプして食らっちゃったっていう、ね。さあオケケビさん今度はサスカッチを選んで OK、 対するマブさん、もうなんかモリガン窮屈にやってたストレスみたいな感じで、いってもうロングロングでいきますね、ショートロング、あー空がうまい、大パン
飛びが通って落として投げてもう一回投げてなんかいろいろあって取ってるな丸さんの方投げて投げてもう一回投げ返してこっからあーっとケツめくり取り返すおけぎりさん、まあ、勝ちはもう分かんないですからね。対するガロンはちょっとこビースト一発で死なないかな。まだ落としてさあマブさんゲージ3本あるんでおーっとこれうまい。ここはうまく回復した。あーっとー最後はめくりから下段刺さっている。ランダム、あ、モリガンする。どうなんだろうこれ。まあランダムかな。モリガン、じゃあモリガンでいいっす。一回引いちゃったらじゃあそのキャラにしましょう。こういう感今回はだから次ビクトル引いてももうしょうがないよっていう、まあ、難しいですねこういう時のルールって。あ、本キャラで負けてモリガンで戦うんですが、しかし関東覇者モリガン、タイグしっかり、あーこれ落とされて、きっちりしてますねこの辺。逃げて台足ベクターでこれは KO 一歩取ってる。安全解除、さあこれあるのか。あっとしかし昇竜打ってきますね。昇竜落としてこっちも昇竜まだ打つ。いやしかしシャドウちゃんと空中でガードした後に中継届くってすごいっすよね。あー最後はドラゴンキャノン、勝ったのはゲンマブチーム。勝ち負けかな。だから A 対 D かな。 A 対 D、 うん、じゃあおけけびさん連戦でよ。よし、じゃあリネモリカミ対、おけけびおけけびで。はい、じゃあ先方がおけけびさん、まあランダムか勝ち出すかどっちにでも誰か押してくれと、ランダム自分では選びたくないという。あーバレった、これはで使えるのかおけけびさん。おけけびシリーズ、結構セイバー何やらせてももう上手いやつみたいなのがやっぱいるんで、特になんか小翔とかあとシュウさんとかあの辺が使ってるともう何出てきても強いっていう感じだし、おけけびさんあんまりバレッタ使ってるの見たことない気がするな。どうだろう、まあでもキャラ的にはバレッタの方がやっぱモリガンよりも全然上かなっていう気がしますよね。バレッタ多分一番セーバー力みたいなの問われると思うので、なんかまとまったために取れないけど、ちょっとこういうセーバー的なまとわりつきみたいなのが結構重要になってくるキャラなので、
あ、先にしかし取っているのはおけげりバレた飛びが通って、さあ上から攻める、いや上が強いっすね。シャドウで切ってダイヤスガード、的確に中盤で返している。空投げ、ここは取ってしまいたい森上さんですが、空投げ返している。あー駒投げ、追い打ちまでと。バレッタでフェリシアに勝てる要素がないので、ね、もうこれ勝ちで負けたらもう負けでいいみたいなこと言ってますけど。コショウがリネフェリシアに勝てないんだから俺がやる意味ないって言ってます。さあ倉庫行ってるところで、ああ中断中断、やっぱりあれですかね、サブキャラ使わされてなんかストレス溜まってもう前に行くしかないんだよ、こんな感じになっちゃってるんで。そうこう言ってるうちにミネさんが相当ダメージ取っている。落として、あーしかし投げ返す、投げて中段投げている、投げ投げしかいってないんです。さっきからさあ先に取ったらリネフェリシア、大超火力コンボ、しかし勝ち堅い、あれで半分減らないですからね、すごいですよねこのキャラ。あーっとパン中断と、下段入って下段ガード、はい足、さあこうなるとワンコンも圏内ぐらいまでいきますか。はい、いく下段よくガードしている、あーっとしかし投げがしっかり投げてますね、さすが。あーっと落として、お互いあー大パンダイク、あーダイヤして、なんかいろいろある、あーっとこれはー読み合い強い。決死のダークフォースからガーキャン一戦ということで勝ったのはおけけびさんで、次が BC なんで夏ブルオ対、ゲームマブですね。はい、じゃあ 2P がゲームマブですね、で 1P が夏ブルオ、さあ先方がブルオサスカッチと、ゲンデミトリですね。さあ開幕ダイヤ陣、まあ有利勝ちだったらデミトリは本当にまあ、爆弾処理というかなんというかこんな感じになりますよ。あ、ガクシャしっかりしている、本当にやっぱ昔やってた人間って感じですよね。チェン、あープレイヤー、
さあ的確に返してダメージ取っているゲンデミトリですが、ウロさんも一回どっかでまとわりつきたいですね。あーミスでも角がしっかりしている。さあ内野手食らってしまって、内野手、あー最後はプレジャー。さあ1本先に取ったのはゲンデミトリー、あゲンマブチームですね。ゲンマブチームまず1勝と。さあ続いて、夏マブですね。さあマブさん、さっきオケゲビさんひねり潰して調子上がってるかもしれないですね。さあどうなるか。これもなんかこの組み合わせも結局なんかどっちがどっちみたいな話をよくしますけど、まあ、なんだかんだでガロンのような気はするんだよな。タコパンから投げて画面端を追い詰めていく夏美社も、まあ、クーク落として居合で飛びかかってくるのを落としている。ほんと居合一発引っかかるだけで次のトーカーも含めて3分の1ですから。ああこれは落ちてしまうが、投げて画面端中央戻って投げるガノン、あ補正来て投げて先取ったのは松飛車も、あいいコンボだったんですが、まあ、5番指導なんでちょっと補正がきついですね。投げ返す、さあ中盤落として、あーカード硬いっすね。投げ後半からもう一回投げる。さあ追いついてゲージ2本、はいはい、あーこれだとちょっと難しかった。あー今のは不能閻魔かな、切り返して、さあ安全解除にはならなかったがダメージそんなに高くなかったですね。しかしこのゲージ1本あると、あーここで使ってしまった、ちょっとこれはきついか。引っ掛けて追い打ち、さあ切り返す夏美シャモン、入れ替えて中央戻った、これでかい。あー最後は逃げてや、さあ決定戦が夏美シャモンとゲンデミトリですね。まあデミトリービシャモンは結構キャラ的に厳しいですけど、この反撃きっちりしている、画面端追い詰めてずらして追い詰めてずらしが食らない、空間反撃さすがに硬いですね。コパン壊しトガで、あーチェーンでほぼ無傷で取っている夏美シャモン、落としてトガ、さあデミトリもちょっと2本だと全部は溶かしきれないので、リバサでもしっかり出ている。飛びかかったとこはああいう風に落とされて厳しいですね。飛びが通って大大、あーこれはちゃんと倒してきました。ということで勝ったのは夏ブルオチーム 2-1 ですね。そうすると、全部一勝一敗。
じゃあ上から潰すしかないよね、そうすると。じゃあリネ森神対ゲンマブいきましょうか。ちょっと連戦になっちゃいますけど、全部 2-1 で相当もつれてますね。あ、でも全部 2-1 だったらあれか、これ両方とも次の試合勝ったら抜けなんだ、だから問題ないですね。で、1位と2位が分かんなくなっちゃうから、そこだけ代表戦にしましょうか。そうしたら、はい、じゃあ 1P 側が、森上モリガン、 2P 側がマーブガロンになりました。まああれですね、あの組み合わせ的にはマブゲンチームが呼び勝ってる感じでしょうかね。まあ、先にモリガンをガロンで落として、で2人がかりでまあフェリシアなんとかできないかなっていう、そんな感じでしょうけど、投げて画面端、しかしシャドウで切っていく森上モリガン、真ん中戻して、おっと、シャドウ、さあ画面端のモリガン、森上モリガンは火力あるんでちょっと怖いとこですが、空中ソウル、さああと一発圏内ぐらいですけど、マブさんもゲージは温存してますんで、さあ画面端、これどっちが通るのかな。あー、ソウル引っ掛けたな森上の方。さあマブさんもゲージ使わずに一本落としたい感じでしょうか。あー、そこシャドウで切っていく、ソウル引っ掛けて、ここもソウル引っ掛ける、空中のずらし方うまいですね。しかしチェーンド取って、さあパチンコゲージ3本持ってる、さあもういつ来るかわからない。あ、まず一発、あー、ここはいいでしょう、シャドウで入れ替わってちゃんとチェーン入って取ったのは森上モリガン。対照戦が、リネフェリシア対ゲンネミトリ。まあデミトリやることないですけど。まあでもリード取って攻めさせる展開にして、こうデモンを当てていくみたいな、そんな感じにしないと絶対デミトリ勝てないですよ。なのでこうフェリシアにリードを取られてしまうと厳しいんですが、というかもう火力が強高すぎて1本取っている。ジャンプ台マッチ強い。さあでも引っ掛けて、投げは入らない。さあ怪しい。さああとは削り圏内ですが、リネさんね、画面端に逃がしてくんないんですよ。はい、ということで、リネ森上チームがまず抜けですけど、まあちょっと1位2位の決定戦があるんでしばらく待機で。さあ次の試合が、夏ブルオ対オケケビ、オケケビですね。オケケビさん、勝ちから行く、勝ちから行く。
まあまあね、まあここで勝ちでちゃんと勝っておいて、で次まあランダムで一回引いてみたいな感じにしたいのはわかるんですけど、わかるんですけど相手初参加ですからね。さあ容赦ないおけぎさん、まあでもガーキャンとかうまいっすよね、武藤さん。これ多分ちゃんとなんかセーバーのセオリーとか人気不可座学したらもうすぐになんか普通に勝ちそうな、そんな感じの雰囲気ありますけど、ということでまあなっちゃんが出てきます。これでなっちゃん勝ったらおけぎさんのランダムが出てくるので、あ、そうか、先にランダムか、おけぎさんランダムで、あーモリガン、モリガンが多い。とはいえね、まだモリガン使える方のキャラだと思うので、いやいやいや、そういう問題じゃないと言われても、まあ覇者モリガンですからランダム。関東最強モリガンですかね。さあ空投げ入って、なんだかんだで戦えてますよね、やっぱり。ほらデクター、あーっとこれは汚い花火が打ち上がってしまう。あーっとこれはできる、できるモリガン、できる男のモリガン。ダメですよ、錦さんよりコンボ上手いとか言っちゃう。さあしかしなっちゃんこれどうすんだ。あー空中引きずり下ろして一本取り返す。さあこっからですね、こっから。あーしかしダブルアップで、これは関東最強ですね、さすがに。あー引きずり下ろしてシャドウ、あー勝ち出さずに終わってしまった。ということでおけぎみさん勝ち上がり で代表戦、1位に決めるんで、おけぎみさんスカッチと、まあ、森上さんかリネさんかどっちか。まあ、1P2P だけ決めましょうか。あ、だってあのいいよ、それはそれはさすがにいいですよ。さあまあどちらにしろ勝っても負けても一応決勝リーグには抜けられ、決勝トーナメントには抜けられるので、まあ、一応リーグの1位に決めときましょうという感じですね。さあいずれ当たる決勝戦のために、さあ大足、まだお互いの展開にはなってない感じですが、投げて亀端。さあ先に取ったのはおけぎに助かって、あーこれはさあケツ2回ぐらい入っただけで半分減っ、あーさあ取り返してチーパンが強い、ガーキャン。あーここは出さない読み投げ、あーっと落として
落として。ダイバーと繋がらない。審判止める。登り。あー中段が入ったということで、おけけみさん1位抜け、リネ森上が2位抜けという形になりました。で、決勝トーナメントの組み合わせが先に、西県水島対、リネ森上ですね。で続いて、おけけびおけけびと、サイストラスと。で今ちょっと、トーナメント書いて写真撮って、でニュートンさんのツイッターにアップしたら、決勝トーナメント開始という感じの流れになりますんで、少々お待ちください。ワンちゃん今日3試合リネおけけびあるのかもしれないですよね、決勝まで行ったら。あーなるほど、今日3試合目。はい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 。おけけびさん、しかしよくまああのねえ、モリガンとバレッタちゃんと使えるモリガン引けたとこ偉いですよね、うん、やっぱりそうですね。でモリガンねちゃんと勝ってるって勝ってます。まあさすがに勝って西健さんよりうまくいや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 、西健さんは西健さんなんで、ああモリガン使いの西健じゃなくて西健さんというキャラクター、はい、西健トータルでキャラクターなのね。そうそう、はいはいはい、西健モリガンというキャラクターですから、ね、昔から言われてると、はいはいはい、さあ今張り出してもらいました。じゃんけんをじゃあリネ、あじゃあ失礼、リネさん森上さんと西健さん水島さんのチームのそれが初戦でやるんで、じゃんけんして筐体決めたり、まあ一人目決めたりしててください。言うて今日引いたのおけけみさんあれか、モリガンバレッタモリガンか、モリガンバレッタモリガンでした。だからそんな変な外れ方してないですよね。そうですね、うん、ビクトルとかアナカリスとか、そうその独特な動きをしないといけないところではない。ビクトル、アナカリス、ジェダーあたり引いてくると結構やりにくいかなって。きつかったかもしれませんね。まあそういう意味では今のところ引きも強いというか、まあ押しては人に押してもらってるんでね、彼ではないんですが、はい、相手が、まあ、2戦目でやるんですけど、サイストラス、デミトリジェダイに対して片っぽサスカッチ、片っぽランダム、じゃあ準備できたのでやっていきますか。はい、じゃあ 1P 側が、リネ・モリカミチーム、モリカミ・モリガン、2P 側が、西家水島チームで水島アナカリスです。はい、じゃあ決勝トーナメント始めていきましょう。モリガンとアナカリスってやってるイメージがなかったりするんだけど、そうですね、どうなんだろうな、モリガンはあんまり明確なハメはないですよね。まあないはずですね、うん、投げが速いなぐらいのことで、そうすると単純にアナカリスの攻めきついよなっていう感じですけど、そうですね、シャドウブレード打って相打ちになっちゃったりとかもよく、まあそうですね、すっぽ抜けたりとかもするんで、うん、さあ果たして水島さんが攻めきれるかどうかだ。あーワープ読まれた。ワープ読まれるとねチェーンしっかり入っちゃうんですからね。さあソウルフィックからベクタードレイン、お今攻め継続しなかった。ガーキャン打ったがそこの本体に対してダッシュジャックパンチが入ってましたね。あんなことになる、わからない、あんまり見たことないですね。あんまり見たことない
その飛び道具に対してガーキャンをなぜか打ってしまって入力してしまったというところだったと思うんですけども、大パンチにソルフィストが当たっている。悲しい。さあ中段から来て小中大ジャックパンチで前に出るが、あーこのスイピラね、さすがになかなかさばききれない。ソルフィストガードさせてイエスコブラを見てからソルフィスト、そしてフィニッシュ。あれあちょっと当たりましたね、さばきを打とうとしたのかな。イエスコールで、あーチェーンに入って、あーベクタードレーン、あハメだって声が聞こえるんですけどイエスソルフィスト、宮中に投げが辛いですよね。普通に投げ辛いです。水島さんとしてはかなり投げがきついんで、でモリガンの売りの一つなんでね、さらにそれが柔道です。柔道、うん。ストロークより前に柔道とは言われてました。ああ空中ソウル。綺麗でした。さあ勝ったのは森上モリガン。さあ南浦和でやれ案件来ましたね。さあビッグワン案件来ましたが。何もう断末魔が聞こえるんだけどもう全然死んでないけど、もう唸ってる無理だったキャラ戦で無理だったって言っても何なのまあ気持ちは分からんでもないですけど、まあ、まあでもね、あの自分のキャラを信じて頑張っていただきたい。はい、中段から小中中大でもう半分減ったんですけどおい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 本当あのしゃがみ中パンチ見るとごめんなさいって感じになりますけどね、はいはいはい、ああニシケさんもなんとか立ち回りでねどうにかしたいんですけど、はい、あーでもアバがしっかりしてる。ガーキャン一発見せ、あー ES を駒投げから ES とイタッチ、あー打ち上がってしまった。まあね、いやーもう我慢できねえシャドウブレード投げいったけどそこにはもういない。うわ大変そう、中大とイタッチ、うわしゃがみ中パンチ技がことごとく強い。うわしゃなんですかそのしゃがみ中パンチ今後出しで中継出したように見えたんですけどね、俺ね、それなのに中パンチが勝つ、後出しで中継出してるしゃがみ中パンチ置いてる方が強いって。判定出るまで4フレーム、恐ろしい技。ミステリアスワークで押してってるけど俺のしゃがみ大パンチがどうなるんだ。中段、あー中段から中中段、いやー無情です、何も起きなかったじゃあチームとしての勝利の森上リネチームですね。はい、2-0 森上リネチーム勝ち上がりと。さあじゃあリネさんしれっとるしけど森上さんが謝ってますね。森上さんが謝って保護者みたいな、そこにギシケンさんがちょっと注意しているという、次から不良の息子の優しいお母さんみたいなご近所に謝って回るみたいなガキ大将の謝り母さんみたいな感じ。じゃあワンピー側が、サイデミトリー、サイシトラスで、うん、でオケケビさんがスーピー側で、まあ、どっちからいくか、まあ今回は僕勝ちからいくか、あ誰かランダム押してあげて、押してあげてというあー次キャラマブさん、なんでガッツポーズなんだよこれ目押しやったでしょマブさん今これ今わから当然わかんないと思うんですけど、サスカッチあじゃないや、オケケビさんの方がランダムだったのが選んだのがマブさんだったんですよね。マブさんに選んでもらって、マブさんが自分のキャラを選んで、キャラを目押ししたのなんかガッツポーズしてくるっていう使えるかどうかは知らんだろうよっていうガロンはいけるでしょう、多分まあね、うん、そしてデミトリ相手にはまあちゃんとやれれば有利なはず。あー、プレジャー早い、出たアメージングなプレジャー出ましたね投げて、おほほ、ちゃんとボタン知ってる。さあ、ビーストで、あーリバーサのデモンで、あー、小中で、さあ、採算が日頃の恨みって感じだったさあ、アバガシ、プレジャー、あー、これ
俺はできるんだよとまたできるムーブ出していくなどと供述しておりこのカラーのガロンができねえこと俺はできるんだよこれさ、でもガロン引いてるってことはさ、うん、勝ち負けでもガロン出せるってことなんだよ。まあまあそう、そう、ジェダにガロン出せるってことなんですよ。そうねよっかけなんということでしょう。勝ちで、勝ちが倒してもガロンが出てくる。ガロンが出てくる、はい。ジェダでガロンとやんのストラスさん、すげえ嫌な顔してるんです。かわいそうにまあ、ジェダカッチ当然厳しいですが、ストラスさんから見るとね。あ、それでもストラスさんがなんとか、あ、あの、あー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 、はい、コウモリ飛びましたまずいですぞ。中パンチが強くて引きずり下ろしで、さあストラスさんが押し返したいんだけど押し返させてくれない。あ、これで入れ替われた。だいぶ削られちゃいましたね。サンタアリオコンボが、サンタアリオコンボすげえ入ったけど残った。あ、でもすごい飛ばし返したぞ。ワンチャンあるか、これはあるかもしれない。 ESA が当たって頑張って追いかけているぞ。あー、中段が入ったら終わりました。ああ、ショートショートと勝ったのはおけきびさん一人チーム、おめでとうございます。はい、ということで、決勝戦またまたリネー森上対オケケビさんしょうがない。まあね、オケケビさんこの勝ち方でもあんまり味方が増えてない感じがあるのが何とも言えない感じあ、じゃあまあ、はい、どうしても、うん、ワンピー、ツーピー決めてもらって、じゃあワンピーリネー森上ですね。じゃあいや、もうあの好きな方から座って、アニムさんのコールで始めてください。大丈夫ですよ。はい、じゃあ10月かな、10月期、大山ニュートンバンパイア制抜音2大会決勝戦始めていきましょう。誰か選んでくれと。もう一回マウさんが目を引いた。せいせいせい、あれ本当？ん？嘘、なんで？ボタン聞いてない。あーこれはやった、これはやった、これはやった厳しい、さすがにさあこれまあやったけど、やったけど、とはいえ、とはいえ森上ビクトルだとどうなのって感じはありますけどね。あー、どうだろうな。ダブルメテオナックル落とせないのは事実ですね。うん、うん、でしゃがみ台パンチで何でも落ちるのは事実か。それもそうですね、はい、うん、まあさすがに2回転は装備してないんじゃないかと思うんですが、どうですかね。さすがにないとは思いますけど、うん、それ以上に森上さんうまいですね。そうですねほぼパーフェクトで、いや、はい、パーフェクトか、うまっ。さすがに、さすがに立ち回りでかわいそうだマブさんはこの後ちゃんと謝り行ってくださいいやいや、まあ目押しですから、目押し。さあソウルフィスト打って中段で来る。あー、対空もしっかりして、つかみ投げからジャイロ、シャドウブレードをイエスシャドウで落としていく。中台、わー、ベクタードレイン残って、ソウルフィストソウルフィスト、とにかく回復ああさせないさすがにねということで森上さん残して、さあカッチを出せるリネ戦と、さあ休息の時間を与えずにリネさんがねあー、ワースト中かっていうとなんとも言えないけどな。ニアリーワースト投げて大キックが通っている。小中中大
様子を見てからジャンプ大パンチ。これも南浦和で常々やってる組み合わせだと思うんですが、どっちが今日3試合目ですからね。そうなんですよね。比較的リネさんが今日は負けてる気がするが、うん、今日は、ね、さあ中段からダンスイングまで、いやこういうコンボ入るとさすがって本当体力あるなって思いますね。ね、本当に減らないっていうか、そう減らないか。さあ回復ムーブをしているわ。あーしかし許さない。さあ先に落としてったらリズムすごいな、ちゃんと入れてた。減るんだ、減る、そんな減るんだ、すげえ減った。さあ食って、あ普通にチューチューだい。あーおかわり。今日初ブランチ2回っすよ、そうっすね、多分。仕方がない、出すかみたいな。さあ森上さん、さっき癒しはありがとうございますって言ってたけど、はい、えらいことになりました。さすがにおけけみさんがね、一人でここまで走ってきたんでね、ちょっと休憩時間くれと。さあやっていきましょうか。これ勝った方が優勝ですからね。そうですね。でも俺、これ優勝すると写真撮るじゃないですか、うん、あの写真が一人のを見たい。まあ、いつもほら、二人でなんか、いい感じで写ってんのに、なんか、おきけびさんが干されたみたいな感じで写ってる。それも見たいっちゃ見たい。罰ゲーム写真みたいな感じになってる。なんかこの人こんな一人ではしゃいでんのみたいな。あれっすよね、でも、写真に入れるんだったら、おきけびさんと、上におきけびさん丸い顔を入れるっていう、そういう感じでやりたいかもしれない。なるほど。さあ、しかしそうならないように頑張ってもらいたい、森上さん。いやいや、ああ、それもかな。ああ、ちょっと待って、これはちょっと左側しか映ってない。あ、ずっと左側しか映ってない。ああ、なん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 、あ、だとりあえずやっと右も映った。さあ、立ち回りでどうにかして、とりあえず落ち着いた。やっと回復できた、回復できた。さあ、ESターズが出なかったかな。今度は出た。シャドウプレート通り抜けた。どうすんのこんなの。だやし長いなー。あー最後はスカシゲだ。ということで優勝はオケケビサスカッチ、オケケビランダムの一人チームでした。おめでとうございます。じゃあ一人で映るんだあれ。じゃあオケケビさん、優勝したコメント。遅れてきて迷惑をかけて、嫌がらせで勝つということで、ビッグワンズでみんながこういうことじゃないので、ビッグワンのことは嫌いにならないください。でまた来月もよろしくお願いします。私は今日は以上です。いや、そういやめちゃめちゃ強かったけどね、そういうわけで、はい。